こんにちは。デトロイトビカムヒューマンへようこそ。私はアンドロイド案内役です。始める前にまずはあなたのプレイ環境を整えていきましょう。こちらが現在設定されている言語です。よろしいですか？はい、信太郎です。映像めっちゃ綺麗ですね。やばいな。はあ、今ゲームこんなに綺麗なんですね。いやもうしばらく、そうですね、ちっちゃい頃とか、あの FF7 とかファイナルファンタジー7とかで驚いてた世代なんで、そっから比べたらここまで来たかと。これこのゲームはデトロイトビカムヒューマンというゲームです。かなり面白いと結構な評判を聞いてたので、まあ、やりたいなと思って、あえて今回も他の人の動画などを見らず、面白いという情報だけで購入しました。アクションアドベンチャーでしたっけ、確か。アドベンチャーはわかるんですけど、まあまあ今回もいろんな、なんか分岐があるというか、まあ、選択肢によってかなり結末が変わっていく、話が変わっていくということで、このアンドロイドの女の人の表情がなんかいちいちすごいっすね。うわ、もう人間見てすごいな。人間みたいということで、デトロイトの、パッケージの裏側にキャッチコピーが書いてあるんですけど、これは人とアンドロイドの、そしてあなたの物語。ちょっとかっこいいですね。ちょっと言い換えますね。これは人とアンドロイドの、そして信太郎の物語。始めていきます。じゃあ設定を、言語は日本語でいいのかな、どうしようかな。字幕日本語の音声英語とかいうのもありかなと思いますけども、日本語でいきましょうか。で、まあ、字幕もオンで、とりあえずショーでいいかな。いやー、すごく楽しみです、本当に。なんか選択肢で相当話が変わるって聞いたんで、かなり遊べるのかもしれないですね。丸を押せばいいのかな。画面を調節してください。画面を調節、はい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 。中央のアイコンがかすかに見えるうちに調整する。これか。はい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 。かすかってどんぐらいだろうね。一応かすかに見えてるんですけどね、ちょっとなんか弱すぎるような。ちょっとアイコンがかすかに見える。これどこら辺がベストなのかわかんないんですよね。ちょっとわかる、詳しい方いたら、ちょっとコメントください。結局、ここら辺の、まあ、これは見えないか。ここら辺で、この 0.4 ぐらいで、かすかには見えるじゃないですか。まあ、このぐらいでいいのか。一応ね、僕的には、ま、間取って、まあ、ここら辺にしとこうかな、みたいな。だいたいこの程度に設定するんですけど、こっちの方がいいのかな。さらに間アウトで 3? いや、まあ、あんまりかすかにって書いてあるからな、こんぐらいで本当にいいのかな。じゃあ間アウトってこの3ぐらいにしときましょうか。じゃあ行きます。はい、それではプロフィールを選びましょう。プロフィール、操作が複雑になるが、没入感って何でしたっけ？その、入り込むってことですか？一応調べていいですかね。没入感。はまるってことかな？
没入感。すっかり熱中してその世界に入り込んでるという感じ。ああ、はい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 。やっぱハマるってことですね。今この近未来な感じ、なんか VR とかでもできないのかな。すごい面白そうだけど。操作が複雑、没入感高いもん、難易度も高く失敗する、キャラクターが死亡する可能性。でも一応ここに最初のカーソルがここにあってたからね、まあ、全然これでもいいんだけど、シンプルな操作でカジュアル、シンプルな操作でストーリーを楽しむモード、難易度も低めに設定されキャラクターを絞しにくくなります。いやー、これはこっちでしょう。これエクスペリエンの、わかんないです、わかんないです、日本語で書いてくれないとわかんないです、読めないです。死亡するのか、時間かかるのか、まあいいか、やりますか。こっちで面白い方でやりたいですね。このアイコンの表示中は本体の電源を切らないでください。はい、それでは早速始めましょう。始めましょう。忘れないで、これは私たちの物語。はい、そしてあなたたちの未来。はい、信太郎の未来、信太郎のお話。これは人とアンドロイドの、そして信太郎の物語。2030? ちょっと見逃した。アンドロイドかな、これ。人間っぽいことしますね。まあまあ、こういうアンドロイドとか機械の物語は、物語というか話は、やっぱりあれですよね、人なのかロボットなのかっていうのがよくテーマに上がりますけど、今回もまあそういう感じでしょうね。これがあれですかね、チュートリアルみたいな感じですかね。じゃあ行きましょう。左スティックで移動。ほー、なるほど。あ、これ右スティックで方向、これなんかオプションとかあんのかな。あったあったあった。ちょっとだけ見てみましょうか。オプション、映像はまあ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 、さっきのやつだね。オーディオは出ない。言語、難易度途中で変えれんの。へえ。あ、じゃあ難しかったら変えればいいってことか。すごいな。で、コントローラー。じゃあパッと見ましょうか。振動オン。スピーカー?あ、一応あるんだね、コントローラーにも。知らなかった。反転。ちょっとわかんないな。コントローラー揺れるな。いや、揺れてるように見えてるだけか。周りの背景で。揺れてるな。マインドパレス、カメラ切り替え。あ、そうかそうか、アクションと言っても、一応まあまあ、アドベンチャーだからそんな難しいやつはないよね。アクションアドベンチャーのアクションの部分がどの程度なのか。マインドパレスってなんだ?マインドパレスとカメラの切り替え。言語、映像。ちょっと、おお、なんだなんだこれ、なんだなんだ、そんな気軽に使っていいもの、なんかサーチみたいな感じかな。おお、カメラが切り替わるんだ。あ、2個か。目の前目線と顔が真正面から見える配置。オプション、ゴーバック、メインメニュー、フローチャート。これはシーンのフローチャート、これは見てたもので、まだ体験してない道筋、そして物語の可能性。はい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 。ああ、これがないとね、アドベンチャーしんどいもんね。おお、なるほど。ほうほうほほ、すごいな。なんか壮大かな、どうなのかな。おー、なるほど。
まあまあいいですね。メインメニュー。前回のセーブ以降の進行状況。ああ、これ、最初のメニューに戻るってことね。ダメ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 。セーブはどうやってされるんだろうね。よし、じゃあ、ちょっと暑いな。よし、じゃあ、やっていきまーす。右スティックでアクションを実行？あー、はいはいはい。え？あー、はいはいはい。上ボタン。右スティックを上に倒せば、アクションってことね。ジョン・フィリップス、キャロライン・フィリップス、家族ですね。エマ・フィリップス、戻す。おお。ん？これは本人？本人ちょっとわかんないな。おお、なんかありましたね。かがむ。おお。おお、アンドロイドですね。すごいすごい。助けましょう。綺麗な熱帯魚ですかね。結構リアルでちょっとグロテスクですね。ソフトウェアの異常 L1。 右スティックでカメラ、ああ、これを見れますよと。これいちいち出てくるのかな、これからも、それとも今だけ。でもコントロール書いてなかったもんね。そんなこといちいち出てきそうな感じだね。ちょっといろいろ調べたいですね。どうせなら最初なんで。もうないのかな？戻っちゃう？ふんふん。鳴き声が聞く。おーっと。お願い！あの子を助けてください！まさか、まさかアンドロイドを？さあ、奥さん。いや、そんなのダメよ！待って！やめて！包丁は本物の人間に頼んで。ひどい。ひどい扱いを受けてますね、やっぱり。なんででしょうね。どんな背景があったのか。ほほほ。アラン隊、お、これどこに書いてんの？アラン隊長を探す。任務の状況と行動が、はい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 。あら、今出た。ああ、あっこに行けってことか。アラン隊長を探す、はい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 。で、あの黄色いとこに、はいはいはい。さっきの、あ、さっきのあれですね。何でしたっけ、名前。マインド、マインドパレス、マインドパレスね。マインドパレスって何でしょう。マインド、脳？いや、違うか。記憶？マインド。マインドは精神。パレス。パレス？宮殿？ああ、ちょっと違うな、これ。わかんないな。あ、ちょっと行きましょう。じゃあなんとか隊長を探しに行きましょう。なんか立てこもってんのこれ。まずアラン隊長。あ、ここに出る、ここに出んの。ここまだ入んなよってことでしょこれ。すごいな。アレン隊長はどこだったっけ。こっちか。じゃあこっちも行けない。はい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 。じゃあ行きましょう。隊長のとこに行きましょう。隊長これじゃないですかね。はいはい。アラン隊長。アラン隊長。私はコナー。コナーです。サイバーライフのアンドロイドです。
コナンね。奴は制御不能だ。仕方？俺の部下もすでに2人やられた。だが奴を撃てばバルコニーから落ちて娘も道連れだ。娘？なになになに、ちょっと待って、下手に名前彼の名前は？時間あるんだ。さあ知らないな、どうでもいいだろう。交渉するには情報が必要ですから。上から行きましょう。上からという報告はありましたか？いいか、子供を救うことだけ考えろ。お前があのアンドロイドを止められなきゃ俺が始末をつける。現場の状況を確認する。手段を問わず人、まあ、でも時間があれですね、時間がないけど、まあ状況確認でしょう。まずはえっ、ー、と分析すべき。確認してカーソルを移動する。ああはいはいはい。ん、ああ銃の名前かな。はいはいはい。ああそういうことな。もうここはないってことかな。あ、ある、ある、まだ。あ、ブラックホーク。どうすんのこれ。あ、はいはい、ありましたね。なんだこれは。はいはい、9ミリの銃弾再現。状況を再現する。ん、右スティックでカメラを動かす。あ、はい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 。ああそういうことか。ここで止めろってこと？大体父親の銃を使った。え、これはもういいんじゃない？はいはい、父親の銃を使った。成功率 51%、 まだまだ低いっすね。何かを探したい。おそらく何かを探すのが成功するあれなんで。こっちに引きこもってんのかな。人質の現場の状況を確認する。どっちに引きこもってんのかな。こっちはなんだ。こっちはこっちが人質の部屋かな。こちら行ってみましょう。調べましょう。タブレット、かっこいいな。タッチパッドをスワイプしてアクションを実行する。おお操作面白いな。アンドロイド、あ、アンド、このアンドロイドが人質を、この娘を取ったってこと？仲良さそうな。はいはい。で、あ、そのアンドロイドを今から説得するってことね。はいはい、見えてきましたね、いろいろ。ん？なんかありましたね、下に。ヘッドセットか？娘には銃声が聞こえなかった。 80% ぐらいまで持っていきたいですね。まあ 80% というかもっとあった方がいいのかな。
ないかな。終わりか。まあ、さっきの会話、娘とのアンドロイドの関係っていうのがちょっとでかそうですね。学校の情報をつかめたところが、見ましょう。あ、ここ人質じゃないよな、まだ。あ、なんもなかったの？なんもなかったってことか。で、さっきのが奥さんってことね。連れて行かれてたやつが。で、こっち側にいるわけだ。必要な部屋を調べる。手段を問わず人質を。これどういうことなんだろう。もう終わったってことかな、人質の部屋は。操作完了。はい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 。操作完了だから、いいのかな、もう行っていいのかな。怖いな。なんかないかな。これ人が死にますもんね。あ、被害者がいる。はいはい。あ、ここに立てこもってるわけじゃないのかな。はいはい。手がかり探しましょう。右目。死亡、ジョン・フィリップス。ジョン・フィリップスね。はいはい、まだなんかあります？あ、これ違うか。ん？これか。死亡でしょう？はいはい、傷かな、これ。左腎臓かな、左腎、ちょっと分かんないけど、に穴、腹部に致命的な外傷。ここもなんかありますね。9ミリ弾による重創、傷ってことかな。肺上部に出血、気胸、ちょっと漢字読めません、勘弁してください。どこだ？あとはこれ見たよな、さっき。あ、見てないとこか。君たちの重装、重装でいいのかな、呼び方は。ちょっとそれこれから多分よく出てくるから、それだけ調べときましょう。重装で合ってましたね。重装、損傷の一種であり、銃弾が高速で人体を、なんかこれいいんだよね。銃痕みたいな感じで、銃弾で撃たれてできた傷で再現。はいはいはい、さっきやりましたね。これは右スティックでカメラを動かす。はい、あ、ここから撃たれたってことね。でこの黄色いとこが大事なとこってことでいいのかな、いうとこにしかないのかな。父親は何かを持っ、あ、そっか、これさ、これが父親ね。父親は何かを持っていた。まあ、タブレットじゃないの、さっきの。違うのかな。あ、で、この何かがどこに行ったのかってこと。あ、違う違う。これ何かを調べるってことかな。あ、いや、戻っていいのか。こっちに飛んでいった？はい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 。このタブレットっぽいのが、はい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 、いいですね。はいはい、あ、ここに。そういうことか。これを今から調べましょうということですね。どこだ？こっち。おお、あったあった。ほとんどスティックで操作するっていうのがなんか個人的には割と斬新なんですけどね。あ、これあれか、タッチパッドのとこか。アンドロイド AP700 のオーダーを受け付けました。ご利用いただきありがとうございます。変えようとしたから怒ったってこと。今また重要ですね、今。おお、ちょっと待って、俺行っていいのか、俺行っていいのか、行っていいのか、本当に。行くぞ行くぞ。
援護行くぞ。まだ大丈夫か。今行ったらなんか危なそう。何が大気。ちょっともうちょい調べましょう。怖いですまだ行ったら。子供の靴、人間の血痕、人質が負傷した可能性。大丈夫かな。そうですね、今多分今行ったら失敗する。このパーセンテージは本当のパーセンテージなのかな。本当にその確率で失敗しますよ、成功しますよってことなのかな。これ気になるなこのあ、はい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 、気になるな。何もないのかな。ああ、ちょっとゆっくりしすぎたってことかな。ちょっと待て待て待て、もうちょっと探させてくれ。あ、もう行けってことかこれ。もう調べ足りんよまだ。パッパせ、パッパやんなくちゃいけなかったってことね。青市？近づいたら飛び降りるぞ。やめろ。やめてお願い。映像綺麗。あ、これ失敗するんじゃねえの。まあ呼べってこと。やあダニエル。ダニエル、僕はコナーだ。コナーだよ。他にもいろいろ知っているよ。ダニエル、君を助けに来たんだ。おお、面白いな。人質の部屋を捜査完了。被害者を調べきれなかったってことかな。現場上流確認もできなかった。人質を探す。変異体に信用を得る。安心しろ。傷つけるつもりはない。僕と話し合って解決策を見つけよう。話す、話すことはない。今さらもう遅い。手遅れなんだよ。何があった。大会があると知って君はショックを受けた。なあ、そうなんだろう。ああ、死んでる。一員だと思ってた。大事な存在だって。でも俺はただのおもちゃ。違うよ。嫌だったら捨てられるだけなんだ。ちょっと動きづらいよ。エマとは仲が良かったんだろう。これ鍵マーク何なのかな。君は裏切られたと思ったんだろうけど、それは違う。嘘をついてたんだ。愛されてると思ってた。だけど違う。この子も他のやつだと同じだった。何、やめて。違うよ。違う違う違う。同情する。同情大丈夫かな。君は何も悪くない。悪くないよ。君が感じているその感情はソフトウェアのエラーなんだよ。お、いいぞ。俺のせいじゃない。いいぞ。こんなはずじゃ。いいこと言うぞ。大丈夫か。愛してたんだ。こいつ治療していいか。彼らにとって俺は命令を聞くだけのただの奴隷だった。死んだ。警官死んだ。あ、遅かったってこと。ひどい出血だ。あ、いや違うか。病院に運ばないと彼は死んでしまう。人間はどうせいつか死ぬ。今死んだって変わらないだろう。死体の部分が今から止血の処置をする。黄色くなってますね。なんでしょうね。あ、そいつに触ったら殺すぞ。マジか。ここはちょっと無視させてくれ。僕は生き物じゃない。殺せないぞ。あ、割といいんじゃない。あ、ダメだ、動揺してる。ダメだダメだ、失敗だ。やめて。あの音おかしくなりそうだ。 あのヘリコプターをどこかにやってくれ。すげえな、人間だな。どっか行け。よしよし、これはいい選択のはず。おお、いいぞいいぞいいぞ。信じろ。ダニエル、僕を信じてくれ。約束だ、人質を解放すれば君を傷つけたりしない。安定しろ。あ、近づかなくて。全員引き上げさせろ。それと車を用意しろ。それはダメだ。街から出たら解放してやる。
それはダメだ。悪いがそれは無理だ。機械なら命令に従え。ああ、ああ、解放しろ。ダメだ。ちょっと命令を聞くだけの毎日だった。ダメだ。あ、やば、赤くなった、赤くなった。あれやばい。今度は俺が決める番だ。ちょっと待って、ちょっと待って。あ、やばい、ミスった、ミスった。嘘でしょ。何これ連打？あ、連打じゃない。連打か、連打連打。あ、嘘嘘嘘嘘嘘。ダメ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 。嘘でしょ。嘘でしょ。これ失敗でしょどうせ。うわ。ゲームオーバー？失敗してんじゃねえよ最初から。マジかよ。ちょっとちょっとちょっと、マジかよ。ミッション失敗って最悪じゃん。もう早えよミスが。なんだよ、何これ、めっちゃ面白いじゃん。トロフィーを獲得、サンキュー。時間をかき、あ、なるほどね。パッパパッパやっていかないか、あの、その、証拠も、証拠っていうか現場検証もパッパパッパしなくちゃいけないし、ってことね。あ、すごい！これあれか。このミッションだけの、あれってことか。あー、ストーリー全体かって思ってた。何俺魚助けたんだけど、あれ、よかったの？助けて。あ、なるほどね。で、これで埋めていくって感じかな。これはどうなんだろうね。次のストーリーに進むのか、もう助けるまでやるのかってところですよね。あー、ちょっと待ってよ。黄色が？あー、違うか、ロックされたルート。あ、他のルート行かないとそこ行けないとこってことかな？赤は。もしかして。違うかな？それともただ行ってないルートってだけかな？いや、ぽいな。行けないっぽいな。銃のケースを調べる魚、そうね、魚助けても何もならなかったから、で、外にいる辺、時間、あ、そう、時間切れでね、時間切れで行ったってことね。要求にヘリを、はい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 、警官を、これは警官を助けてないか。自分の距離に近づく。変態が、はいはい、これ上の方行っちゃ、一番ダメなパターンっぽいね。なるほど。面白い。非常に面白かった。三角をしたら、全世界の選択。あ、へぇ、ああ、面白いね、これも。魚助けたのが 64%。時間切れは 23%。少ないな。黄色の鍵は何だろうね。できなかったってことかな？まだ。十分な距離に近い。どうしようかな。フレンドの選択。フレンドは誰もやってないのかな？知り合いが一人買うって言った、買ったって言ってたけど。セーブはどうなってんのかな？ちょっと待って、これセーブってどうやんの？デトロイト。セーブ。PS4 のデトロイトの。オートセーブ。タイミングが RN ボタンに表示されるミッション。一つクリアされるたび。右上に丸いマーク。ああ、はいはいはい。ちょっと右上の丸いマークが出るまでやってみようかな。
選択をしなかったら最後がアンロックされる。オートセーブ。タイミングが目的を進めていた右上に青い丸が表示される。これが表示される。はい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 。じゃあ青い丸が出たら今回はここで終わりましょうかね。すげえ面白かったな。あ、これま、あれか。はいはいはい。トップクラスの家事アンドロイドですよ。またあれか。ほら、ゾーイ、行くわよ。ゾーイ？ゾイ、ゾイ戻ってきて。お子様の宿題を見ることができるんです。ねえ、あなたすごいと思わない？こういうのが欲しかったのよ。いくらなんだ？ただいまこの機種をすべてキャンペーン価格で販売してまして、音とかも向きによって変わっていくんだな。99ドルでお買い求めいただけるんですよ。しかも部品の種類ならどんなことでも任せられますよ。ペンキ塗り、配管、庭仕事、修理まで。よし、買うよ。ありがとうございます。ではあちらでオーダーの手続きを。自分は買われる感じ。これでさあ、どうぞこちらへ。機能が増えたとしても値段はもっと高いんだろう。二度見された。汚い。整備にちょっとばかり手こずりましたけどね。かなりひどい状態でしたよ。何があったんですか？引かれたんだよ。ただの事故さ。ああ、なるほど。ともかくもう新品同然ですよ。ただリセットしたのでメモリがすべて消去されました。修理かな？修理されたやつかな？問題ない。違うアンドロイドの話？もしかして。名前はどうします？娘がつけた。X400、名前の登録を。カーラ。カーラ。私はカーラ。あ、このカーラは、なんか動画で見たことありますね。デトロイトができる、デトロイトの元となった作品というか、まあ、カーラデトロイト、ん？カーラデトロイトで YouTube とか検索したら出てくると思います。さっき見たんですけど。うんうん。エンディングじゃないよね。まさか違うよね。今からだよ。さっきのミスがひどかったからもう終わりとかはないよ。カーラは今、修理されてたってことかな。次はカーラとなって動くのかな。あ、やっぱカーラ出てくるんですね。なるほどなるほど。これカーラ？いやー、このゲーム当たりですね。マジでめちゃめちゃ面白い。今の選択、あ、上セーブマーク出てきましたね。じゃ、今回はここで終わりたいと思います。いや、めちゃめちゃ面白いですね、デトロイト。ちょっとびっくりしました。なんかすんごいなんか声上げてたような気がします、さっき。失敗した時。いやー、これはいいですね。これあれなんでしょうね。難易度ってどう変わってくるんでしょうね。簡単に救えたりとかそういうことですかね。ちょっとまだ難しくてわかんないですけど、まあそうですね、これはもう今4つぐらいゲームやってるんですけど、結構これ中心にやっていきそうですね。デトロイト中心にそのぐらい面白いです。また良ければチャンネル登録して次回の動画も見ていただければありがたいです。では最後まで見ていただきありがとうございました。信太郎でした。